さすがです。はい、はい、どうも、ケイスケです。今日はですね、なんと登場の仕方トバちゃんのお家に来ております。でですね、ちょっと今回からというか、しばらくですね、YouTube、まあ、YouTuber というか動画のね、撮影環境っていうのを見ていきたいなと思って、回し始めました。はい、失礼します。いや、後ろ通り、後ろ。いや、そう、ですね、まあ、結構僕とかって、こう、YouTuber さんの動画とか見てて、あ、この人ってカメラ何使ってんだろうとか、レンズ何使ってんだろうとか、どっから撮影してんだろうとか、結構気になるんですよね。ライト何使ってんだろうとか。なので、今回は、まあ、その辺も含めて、まあ、いろいろチェックしていって、あ、こういうの使ってるんだ、ああいうの使ってるんだっていう話をね、していけたらと思います。じゃあまずオープニングの方どうぞ。どうもケイスケです。違うね。はい、トバログです。ちょうどね、はい、あれですよ、コラボ撮影を今終えて、どうせならちょっと撮らせていただこうと、はい、いうことで来てもらいました。そんな感じが我が家の、あ、自己紹介とかはいいか、まあ、自己紹介するか、するか一応、はい、うん、こんにちは、トバログです。はい、ガジェットとか、まあそういうこういうね、暮らしの道具とか、まあそういうのをいろいろ YouTube で発信してるものです。素晴らしい。はい、はい、ありがとうございます。ようこそ我が家へ。はい、で、そもそもちょっとこの家についてなんだけど、はい、これちょっと離れみたいなところなんだよね。そうですね、なんか今住んでるアパートがなんかちょっと変わった構造で、普通に住める部屋 2LDK ぐらいの部屋と分かれて、このねワンルームで完全に玄関が分かれたものがあって、そこを YouTube 撮影場として使ってます。素晴らしい。いや、はい、なんかいいわ、全体的にこれといいよね。なので生活感があんまりない感じで、確かに生活感あんまりない、そうそう、生活感あんまりない感じで動画が撮影できるんで、結構ねいいですね。はい、家族の声とかも入んないし、あ、確かに、そうそうそう、そこがいいところ。はい、じゃあちょっと普段の YouTube の撮影してる、はい、撮影機材だったり環境を見せてもらえますか。はい、お願いします。はい、じゃあどこから行こうかな。はい、なんかね、パターンが2つあって、はい、こういう風に普段ガジェットのレビューとか、うん、ちょっとしたものとかを、ね、俯瞰で撮ったりするんですけど、そのガジェットレビュー用と、あとカバンの中身とか取材よくしてて、その取材用の機材で結構全く違うんですよ。はい、あ、そうなんだ。なので今回はちょっと2つに分けて、素晴らしい、紹介したいと思います。いい進め方。はい、はい、これ送ったデータ、なんでトバログでも紹介するからということで、じゃあまず家で撮影する用の設定というか、はい、あの機材から。そうですね、一応結構今変えてる時ではあるんですけど、うん、メインのカメラがソニーの FX3 っていうシネマカメラですね、ちっちゃい。はい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 、いいですね。 α7S3 と中身は一緒って言われてるよね。うん、中身が一緒らしいけど、こっちの方がまあみんな使ってる人が少なかったのと、見た目が結構ね、撮ります、はい、こういうやつですね。で結構普段は僕家で決まった場所でしか撮影しないんで、うん、まあ、XLR 端子から直接電源供給とかできた方が便利だなと思って、これが最初からねアダプターがついてる FX3 に、はい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 、しました。なるほどです。はい、これをそこのあのマンフロートの三脚に置いてるってこと？あ、そうそう、普段は、まあ、これもねちょっと変えようと思ってるんですけど、うん、マンフロットの三脚普段はあんまり使わないんで、ここにガチッと固定しちゃって、このまんまこう動かして、なるほどなるほど、こう動かして撮ってるって感じですね。はいはいはい。で、まあ、ここ椅子があって机があって、ここに座ってここに座ると撮れる。なるほど。はい、え、このマイクはこれオートポールにつけてるってこと？そうです、このマンフロット、これもマンフロットなんですけど、うん、オートポールにこのいろいろくっつけて、すごいわ、クランプ、スーパークランプとか、こういうね、本当はトレーシングペーパー用のポールとかなんですけど、はい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 、こういうのを取り付けて、なるほど、はい、ガチガチ、
プロとかから見るとこの付け方危ないよっていう、まあ、言われたりするんですけど、まあ、自己責任でやってますでマイクは MK600、うん、そうですね MK600 を買って、で最初めちゃくちゃあの音はいいんですけど反響するんですよこの部屋。あ、そうなんだ。そうだから反響するからこれを使うためにいろいろなんかこういう吸音材とかを、え、ここに吸音材仕込んでんの。そう、あ、そういうこと。へえ。机の面がなんか空洞なのか、うん、なんかすごい反響するんですよ。へえ。なのでそこの吸音材を間に仕込んだりとか壁に吸音材貼ったりとか。え、あー、ほんとだ、貼ってあるわ。そう、これもよく見たら、はいはいはい、あ、ほんとだ吸音材を仕込んだりとか、あと一応カーテンとかも吸音してくれるんで、はい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 、これによってあの MK600 でも音が反響しなくなったので使ってる。バッチリこれで、はい、なるほど、ありがとうございますで、撮影するときはこのね、うん、アトモフだっけ、アトモフじゃないわ、アトモス、アトモスだの忍者5。そうです、アトモス忍者5に今電源入れたんですけど、はいはいはい、これが自動的につながっていて、うんうんうん、だいたい 35mm とかで撮ってる。なるほど、構図で、はいはいはい、はい、でこれにあの 4TB の SSD をさせてるので、まあそのままこの電源ボタンを押すだけでこの音声も入ってるし映像も入ってるし、それが全てこの 4TB の SSD に直接入ってるって感じですね。なるほど、じゃあカメラでは記録せずにこの Atmos の方で記録してるって感じなんだ、うん、そうです。なるほど、これが分かりやすい、あのスイッチを押すとこんな感じでタリモードみたいな感じになるし、音声も今 MK600 から入ってるんですけどここにレベルが出るし、はい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 、何分撮ったかあと何分撮れるかとかが全部ね分かるんで便利だね、楽ちん。なるほど、編集するときはもうこれを抜いてこのまんま、はい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 、はい、読み込めば本当に早い、転送もなんか SSD の3倍とかのスピードで読み込めるから。なるほどね、この中に入れた状態で編集ができる。ああ、そうなんだ、そうなんだ、うん、素晴らしい毎回であれだよね、記録をあれにしてんね、プロレスみたいな感じにしてんだよね。そう、プロレス LT っていうのにしていて、それだと編集がめちゃくちゃ楽なんですよ。あのなんだっけ、プロ棋士軽いデータみたいなね。そうそう、軽いデータの方で編集するのと同じぐらいサクサク編集できるんで。そうだね、めちゃくちゃ楽ちん。なるほど、なんかね、データの容量でかいんだけど編集は早いみたいな感じでね。そうそうそう、だから1回撮ると200ギガとかいっちゃうんだけど、いや、でかだから完成したらその撮ったデータ削除してます。なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、レンズとか話す。あ、レンズは何使ってるの。レンズはね、タムロンの28-200。ああ、便利だね。そう、これを持ってんな、逆に。逆にね、物撮りをするならこれが個人的には良くて、はいはいはい、一人撮りだと、まあ、35mm 単焦点とかでもいいんですけど、うんうんうん、トマログの場合物撮りをするときはここにですね、三脚が。ああ、なるほどね、三脚があるのでここに、まあ、このまま強っと固定をして、で、まあ見えると思うんですけど、確かにこれで物撮りをすると今 28mm なんですよ、うんうんうん、なので、まあ、こういうのを写すとこんな感じなんですけど、はい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 、例えばね、こういうものでも200まであるとここまで寄れるんですよね、この高さ。あー、なるほどね、確かに確かに、この高さだけど、まあ、本当にこのめちゃくちゃ広い域で使えるっていうのがやっぱりすごい便利で。確かに。で、F 値が確かね、5.6 とかだったかな。いや、そう、まあ、5.6 だね。そう、でもどっちにしろ F8 とかで物撮りはするんで、うんうんうん、F 値関係ないのと、あと動画だったらそこまで細かい解像度とかも関係ないから、うんうんうん、物撮りはこれです。なるほど、さすがです。はい。で、じゃあ、35mm のやつはシグマだっけ。そうね、これはまあ最近買ったもので、はいはいはい、ゆくゆくはもうこれはここに固定みたいな感じで、はいはいはい、で写真とあの自撮り用でこれをアルファ74、そう、アルファ74を使いたいっていう感じで。なるほど、でカメラ2台体制でやろうかなって感じ、今後は。そうだね、もともと2台体制でやってたんだよね、あのフル HD で撮ってた時は。ああ、なるほどね、あの ATEM ミニでカメラ操作しながら、うんうんうん、
やってたんだけど、 4K になってからそれがちょっと難しくなったんでやってなかったんですよ。だけど、まあ、せっかく両方カメラあるし2台体制でこうなんか物撮りしながら画面の下にね、あの自分の顔があって配布しながらできるじゃん。できるね。できるね。それがやりたいなと思って。なるほどね。まあね、両方。はいはいはい。感じですね。了解です。え、で、ライトも聞いていい？ああ、ライト。ライトってあれ、スマブラの？違うね。それライトさんだね。ライトさん。はい。ライトは今2頭で買っています。はい、で、ここはあのファルコンアイズの4万円ぐらいのやつかな。うんうん、そうね、3、4万のやつだよね、これ確かね。高沢圭介君と同じものを使ってて。僕じゃないね。これを、よいしょ、これをカーテンレールがあるんですけど、カーテンレールにスーパークランプです。そうなの？知らなかった。だから取り外しもできる。あ、ちょっといいねこれ。ちょっといいっしょ。おー、いい。あの、応急処置的な感じで考えてたんですけど、意外と使えるんで、まあこれでずっとやってます。え、いいわ。いいっしょ。おー、え、これやろう俺も。いいのよ。で、スイッチがここにあるから、動画撮るときはこうやってすぐオンにして、はい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 、でカメラ電源オンにすれば、録画すればもうマイクもここにあるから、このまま動画が撮れる。なるほど、最高。ここまでやっても撮りません、僕は。なんと。え、で、ニット、はい、もう1個も、これも炊いてるの、いつも。もう1個も炊いています。はい。で、結構これだけだと、うん、このね、ここら辺、あー、はいはい、暗いね、背景が結構暗くなっちゃうんですよ、ここの柱があって。うん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 。なので、まあ、この辺に焚いて置くと、ちょうどこの辺とこの辺の光が割と均一になりやすいので。はいはいはい、なるほど、いい感じだね。そう、これはゴドックスの ML60 ってやつですね。はいはい、ML60。 まあ、結構そのこれから話すんですけど、取材の時とかはやっぱ荷物が軽い方がいいんで、うんうんうん、取材の時用に。あ、取材の時持ってってんだ。そう。へえ。あと注意点は、これとかはあの燃える可能性があるので、直接ね、あんまりつけない方がいいので、自己責任でお願いします。これはちょっとそういうちゃんとした人から見ると怒られるやつ。あ、そうなんだ。確かにね、確かに、あの結構暑いからね、それね。そうそう。ケイスケの動画。はい、じゃあ、まあ、おおむね家での撮影ちょっと聞かせていただいたということで、はい、次取材用の撮影機材もお願いします。了解です。取材用に関しては、うん、まあ、基本的にこの FX3 は持っていかずに、うん、α7-4 でやろうと思っていて、ほう、この組み合わせですね、マイク。ああ、これね、アダプター。本当はケイスケ高沢くんが持ってるその紙マイク、ああ、ECM-B1M ってやつね、これね、の方がいいかなと思ったんですけど、まあ、これだと XLR も使えるから。確かに。でかいけど、でかいけどそんなに重くないし、うんうんうん、まあ、在庫もあるし、これにしました。なるほど。で、取材するときはこうやって撮るっていう。はい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 、で、なるほどです。まあ、カメラはこれなんですけど、まあ、流れで言うと音声か、マイクは、うん、基本的に、まあ、この上にくっつけるやつと、あとこれですね。対談の時はこっち、あのノートのワイヤレス GO2。 はい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 、まあ便利でね、さっきも俺ら使ったもんね、うん、そうそう、対談の時はこっちで2人の 音声がクリアにね、両方入るので、編集する時も片方の声を切りたい時とか便利だし。確かに。まあそういう意味で、あと外だと結構どういう環境か分かんないじゃないですか、取材の時って。うん、音声、例えば救急車めっちゃ走ってるとか、水道が走ってるっていう可能性もあったりするんで、空調とかね、うん、はいはいはい。なので、まあできるだけピンマイクかなっていう。なるほど。はい、こういうのはね、あの情報はビデオサロンで結構いや、宣伝してる。勉強させてもらってます。媚び売ってる。媚び売ってる。めっちゃごますってる。はい、そうなんです。で、まあマイクに関してはこんなところで、はい、家ではマンフロットのでかいの使うんですけど、うんうんうん、外だとリュックサックとか行きたいので、うんうんうん、結構軽めのレオフォトの、え、持っていい？うん、この頭は重いけどね。まあ、まあまあ、そこそ、まあまあほどほどの重量。そうそう、アーバン LX254CT っていう 170cm とかまで。へえ、高いね。そう、だからこういう俯瞰っぽい感じでも取れるし、うん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 、であとカーボンで結構軽いし、リュックサックにも逆にするとね、入るんですよ。ああ、なるほどね。こうやると、
はいはいはい、逆にひねるパターンね。逆にひねると、まあ、カバンの中に入る最大サイズぐらいなのでこれをにしていて、でこの頭の部分も別のやつつけてるんですけど BVR1R っていうビデオ三脚ですね。はい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 。結構取材するときってこう横には動かしたくないんだけど縦には結構動かしたいって時があって、へえ、なので、まあ、縦に動く、縦にだけ動くこれにしてます。なるほど。はい、あと一脚、一脚も持ってくんだ。一脚も持ってく。へえ。今和田圭介くん手持ちで撮ってるんですけど、うん、手持ちで例えばカバンの中身取材だと1時間とか1時間半ぐらいその感じ、その感じね、撮ってたりするんでしんどいじゃないですか。確かに。なので、まあ、この三脚、この一脚とこの、うん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 、このさっきのこの雲台の部分があれば、まあ自分に負担がかからずにこうやって、確かに確かに、取材ができる。はい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 。のでこれを使ってます。なるほど。軽いし。確かに一脚いいね。うん。両方ともレオフォトのカーボンで揃えてます。なんか安いのに結構ちゃんと。確かにレオフォトはすごい。コスパいい記憶あるわ、うん、そうそう、1万とかよこれ多分。安い。1万、これもこれ5万とかしたけど多分。俺の持ってるレオフォトの三脚も、うん、雲台と合わせたら6万とかかな。ああ、そうだよね。うん、でもまあそれでももっと高いのあるからね。うん、もうめちゃくちゃもう僕が使う分にはすごいいいのでこれです。なるほど。でじゃあライトを1個一応持っていくみたいな。はい、このライト、このゴドックスのさっき紹介したライトを持っていくんですけど、僕は、まあ、機動性を重視して日清のカーボンのライトスタンドを使ってます。あ、そうなんだ。めちゃ軽いよこれ。え、これちっちゃくていいね。ちっちゃくていいね。あ、めちゃ軽い。やばくない？これやばいわ。 500g ぐらいなんですよ。え、これめちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいいね。 YouTube 撮影。え、買おう、それ。これを、まあ本当はなんかあの小さい、うんうんうん、あのストロボとかたくためのやつなんですけど、うん、まあ動かないし、うん、室内だけで撮るって風の影響もないから、まあ、これをこれに乗せて、え、いいね。で結構伸びるんで、まあ、本当にこうやってバウンスさせても、はい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 、これでバウンスさせてもいいし、これをつけてなんか見せてもいいしみたいな。確かに確かに。感じです。この日清のやついいわ。そう、日清のやつめっちゃいい。1万円ぐらいだったかな、多分。へえ、いいね。そう、ありがとうございます。意外とこんなもんかな。まあそんなところっすかね、はい、撮影は。外で撮るときもこれ使うし。あ、そうなんだ、うん、それで撮るときも一応持ってくの。あれ、そう、カメラをさここに置いて2人で撮るとかになると、うん、遠いじゃん結構、うん、遠い遠い。あと SD カードの容量問題とかもあるから、もうこれ持ってっちゃってこの辺で、カメラはこっちなんだけど、はいはいはい、これはこっちみたいな。へえ、分けてます。素晴らしい。ケイスケの動画、はい、ってな感じで紹介してもらいました。ありがとうございます。だいぶ最適化されてるね。でもそう、結構やっぱり考えましたね、うん、そのいかにハードルを下げるかみたいな。確かに撮影のさ、ハードル一瞬でこう再生ボタン、再生ボタンじゃない、録画ボタン押せるかね。そうそうそう、だけど撮らないです撮らないかい。そこで満足しちゃう。いやでも今回おもろかったのは、うん、やっぱスーパークランプ、あ、スーパークランプじゃない、オートポールか、うん、オートポールでこう縦に突っかえ棒やってこうね、俯瞰撮影もやってるっていうのと、あとはやっぱこうこれかな、ライトのスーパークランプカーテンレールにつけてるやつ、うんうん、そう、賃貸でも OK だから。確かにね。そうそうそう、いやこれは家でやってみようと思った。ありがとうございます。はい、てな感じで、撮影の部屋紹介してもらいました。まあこれからもねブラッシュアップはされていくと思うんですけども、まあ一つの参考例として、いろいろ見ていっていただければと思います。でこのシリーズは今後まあいろんなね YouTuber さんとかにも聞こうと思いますんで、もっとこういうの聞いてほしいよとかあればぜひコメントの方でも教えてください。撮影方法とかだけじゃなくて編集画面も見たいですだいぶだいぶニッチ編集はあれか、自作のパソコンでやってんだっけ。あ、そうそうそう、プレミアプロで。なるほどね、やってます。はい、だそうです、はい、ごめんなさいはい、ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。
と、あととばちゃんのね、チャンネルの方で、コラボ動画上がってないけど、はい、そうだね、まあ、対談上がってね、そう、対談上がってんのと、あとその作業環境とかのデスクツアーをしてる。あ、そうなんだ、うん、まあその辺もあのデスクツアーとかも見てくれると嬉しいなと思います、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。そんなだった牛、新宿どう。はい、新宿どう。うーん、0.02%。昨日から進んでな。海がやっぱ違うね。うん、良くない。うん。